安倍博士にござりまする。この度ご歴々の方々、ご贔屓の方々、関係各位の皆々様方の賛同を得まして、ここに監督脚本鶴橋康雄によります映画飲み取り侍をご披露させていただく運びと相なりましてございまする。この飲み取り侍は江戸のエリートから飲み取り侍に転落してしまった悲運な侍小林博を、不肖なら私阿部寛が誠心誠意演じさせていただいております。この飲み取り業、表の顔は猫の飲み取り、裏の顔は女性に愛をお届けする添い寝業にござりまする。さて、添い寝業とは、皆様すでにお察しの通りあっちの仕事にございます。このあっちのせいでこの作品 R15 の規定を受けました。しかしながらご安心ください、皆様、この作品は高校生の方、15歳以上の女子高生の皆方がお友達など誘ってこぞって見に来られても大いに明るく笑って帰れる作品に仕上がっております。しかしながら15歳未満の若者の方はご遠慮ください。ですが先輩方々に聞いたり、お友達に聞いて、そのお話を聞いた上で悶々としていただくことには何の不足もございません。よろしくお願いいたします。さて、この飲み取り侍、波風高く江戸の浮世を生きる者たちを鮮やかに描いた痛快時代劇の大作の娯楽劇でございます。本日4月2日がこの飲み取り侍の船出の日と相なりました。私ども鶴橋に一門を末永くご贔屓ご後援賜りますよう、いずれの様方も隅から隅までずずずいっと恋願い上げたて祭りまする。生真面目なエリート藩士広之進は上司の逆鱗に触れ左遷されてしまう。寝落ちをより猫の飲み取りになって無様に暮らせ。猫の飲み取りとは何だ。今日から飲み取りを始められる小林広之進様だ。飲み取りとはお客様の飼い猫の飲みを取って日銭を稼ぐお仕事。しかしその実態は女性に愛をお届けする裏稼業。よせ、これも殿の命令だ。長屋に暮らす者たち、そして初めての客は亡き妻に瓜二つの女。死ね、満たされた二人。
のはずが、下手くそだ。下手くそ。意気消沈した男の前に現れたのは江戸の伊達男。拙者に女の喜ばせ方を教えておくれるか。二人で一人だと思ってくださいましね。しかし時代は飲み取り禁制の世の中へ。殿にこの無様な姿をお見せし、飲み取りのままご沙汰を受けたい。これは江戸に生きる男と女の傑作人間喜劇、飲み取り侍。猫の飲み取りましょい。猫の飲み。